この詩篇は大自然の詩篇です。あるいはニュース・コ・フィールド・ルファレンス・バイブルが言っているように、創造の神様に対する賛美です。次のように始まります。詩篇104ペ1節我が魂よ、主を褒めたいよ。我が神、主よ。あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。2節あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。 1>, 1節この詩篇は神様の創造の神様を語っています。この詩篇は自然の中での神様に対する賛美歌です。神様が創造主であるからです。2節創造の最初の日に神様は言われました。創世紀一章三節光があれ、すると光があった。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。 ちょうどテントを広げるようにです。この詩篇が書かれた時代には、ラクダのキャラバンのような旅人たちは、その夜に泊まる場所に着くと、テントを広げました。神様はそのように天を広げられたのです。神様がそうされた時、水の層をその上に置かれ、その水の層は時々ユーダ知事にはかなりの速さで落ちてきます。そして雲は神様の二輪馬車です。詩篇104.3節水の中にご自分の 高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。5から6節。また、地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上に留まっていました。3節。創造の2日目に神様は言われました。創世記一章6節。 大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区分があれ、5から6節、創造の3日目に創世紀、一章9節、神は仰せられた、天の下の水がい一緒に集まれ、乾いたところが現れよ、そのようになった。神様は彼らの上の水を分けられました。雲はかなりの量の水を運んでいます。そして神様は今、地と水とを分けられます。 詩篇百四篇七から八節。水はあなたに叱られて逃げ。あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。四日目に神様は太陽と月とを創造されたのではありませんでした。神様は単にこう言われたのです。創世紀一章十四節。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。 太陽と月はこの地上の時間を規定するためのものです。このことは19節に書かれています。詩篇104篇19節主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。古代の人々は太陽と月が地上の種まきと刈り取りを規定していることを学びました。アリゾナ州のインディアンの建物の遺跡には壁に2つの穴が開けられています。 長い間、なぜその穴がそこにあるのか、誰にもわかりませんでした。彼らは最終的にこの両方の穴を覗いて、月が見える時にはトウモロコシの種をまく時だということを発見しました。神様は季節のために月を私たちにくださったのです。神様がそう言っておられます。太陽も月もスケジュールに従って動いています。私たちの意味のない宇宙に住んでいるなどと言わないでください。 神様は五日目には何を作られたのでしょう。五日目は動物が現れた日です。詩編104ペ25節そこには大きく広く広がる海があり、その中で這う者は数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。30節あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の 面を新しくされま三十一節。主の栄光が常しえにありますように、主がその宮座を喜ばれますように。二十五から二十六節。創世紀一章二十節。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。海は生きたもの、その中にいるすべてのものによって命が通いました。さて人間はどうでしょう。三十節。今人間が地上に置かれようとしています。人間の住まいが整いました。三十一節。 神様は想像を終えられたとき、神様は作られたものをご覧になりました。そしてそれは非常に良かったのです。詩篇104編32から33節。主が地に目を注がれると、地は震え山や、ね、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。34節。 私の心の思いが神の御心に叶いますように、私自身は主を喜びましょう。35節罪人らが力耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように、我が魂よ、主を褒めてたいよ、ハレルヤ。32から33節人間は地上にあって神様を褒めてたえるために作られました。人間は地上に置かれ、住所もあります。彼はエデンのその一番地に住んでいます。34節ところが、35節 人間は罪を犯しました。ですから神様はどうされるでしょう。神様は人間を地上から取り去られるのです。あなたがキリストに進んで立ち返るのでない限り、私は一つのことを保証します。この地上はあなたの永遠の住まいではありません。神様はあなたを別の場所へと取り去られます。そして神様はあなたのための別の場所を、住所を用意しておられるのです。 詩篇105編はアブラハムからモーセまでの歴史の中での神様に対する賛美歌です。私はこの詩篇がダビデによるものであると確信しています。なぜなら、この詩篇の最初の部分が第一歴代史16章8から22節のダビデがエルサレムに会見の天幕を持ってきた時のことを語っている部分と同じだからです。この詩篇はイスラエルの歴史の朗読なのです。 詩編105編1から5節。主に感謝して皆を呼び求めよその御業を国々の民の中に知らせよ主に歌え、主に褒め歌を歌え。このすべての苦しい御業に思いを潜めよ主の聖なる名を誇りとせよ主をした、い求める者の心を喜ばせよ主とその道からを尋ね求めよ絶えず道からをしたい求めよ主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きとを 神様は歴史を遡り、アブラハムの子孫と、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約から始められます。そして神様はエジプトの地に下って、彼らをヨセフまでたどっていかれます。詩篇105編23節イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起流した。 26から27節。主はそのしもべ、モーセと主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。23節。それから神様の民はエジプト人たちに抑,抑圧されました。26から27節。さて、ここに面白いコメントがあります。 支援105編38節エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。確かにそうでした。あの災害の後、彼らはイスラエルを自分たちの邪魔にならないように追い出して喜びました。その後神様はご自分の民を彼の地に連れて来られました。支援記者は賛美を歌うべきものとしてイスラエルの歴史を列挙します。 もしも自分の人生を振り返って何か神様に感謝することを見つけることができないとしたら何かが間違っています。誰でも主に感謝せよと言えるはずなのです。支援106編はもう一つの歴史的な詩篇であり長いものです。この詩篇で民数聞く分は終わります。この詩篇はイスラエルのコラを荒野を通して追っていきます。この詩篇は次のように始まります。 支援106編1説、ハレルヤ、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ、深い、その恵みはとこしえまで。この支援は同時に罪の告白についても語っています。支援106編6節私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。 自分の人生を振り返るときもしあなたが自分の救い主としてイエス・キリストに立ち返り自分の罪を許してくださいとお願いしたのならその人生の中には神様に感謝することがあるはずです救いを神様に感謝することができますこれらの詩幣はすごいと思いませんかこの詩幣はイスラエルの失敗と神様の真実を私たちに示しています私たちはこれらの詩幣にどっぷりと浸かるべきなのです